ゲオルク・ファレントラップは、ドイツの医師。フランクフルト・アムマインの生まれ、聖居もフランクフルト。ハイデルベルクとストラスブール、パリとビュルツブルグで医学を学ぶ。その後、当時の最も有名な病院で研鑽を積むため、ベルギー、オランダ、そして、イギリスに赴き、研鑽の成果を、医学研鑽の旅という本にまとめた。1841年彼は、 父の後任として、フランクフルトの精霊病院の部長となる。彼は、フランクフルトに本部を置く、シェンケンブルク自然科学協会の会長で、また、同市の医師会、ペスタロッチー協会の会長でもあった。ペスタロッチー協会は、特に危険にさらされた子供たちを保護する活動を行っていた。彼は、ドイツでは、 公衆衛生学の最初の道を切り開いた人として、その功績を称えられている。ことに、フランクフルトの公共政策の中での都市の衛生問題には、1867年から1884年の間には、市会議員として活発に関わり、中央上水道や都市の水道網の不設の初期の導入の段階では、強力なリーダーシップを発揮した。 フランクフルトのファレントラップ家の母所エドウィン・チャドウィックの影響を受け、労働者階層の住居、伝染病の予防、首都、水道、都市の下水道の整備、公衆浴場、土砂場、また刑務所の衛生改善などで開拓者的な役割を果たした。医学的な業績では、特に子供の死亡率の背景となる公衆衛生学的な問題について研究を行った。 ルドルフルートビヒカールをいるウとは、対照的に、彼は、下水処理施設には反対で、下水利用の考えでにや、農場の拡大に、賛成の意を表した。ファレントラップには、都市の下水工事という著書もあり、彼は1842年以来、ネラーとユリウスと共に、監獄学年報を、1870年からは、シュピースと共に、機関公衆衛生の編集を担当した。 またその職を知り添いて、あとは子供たちのためのキャンプ村の整備を行い、ここから国内に広まっていくきっかけを作った。彼の息子、アドルフ・ファレントラップは、1899年から1906年まで、フランクフルト・アムマインの市長を務めた。ありがとうございます。